早いものでもうエンディングになってしまいました。早いですね、はい、あっという間でしたね。4人で、うんうん、すいません。どうでしたか、どうでしたか。いや、マキョコは完全にタクさんが目の前にいるのがすごい視線が痛くて、あーごめんなさい、次回席替えをして席替えします。そうですね、はい、大丈夫です、普段ほら会わないから。そうですね普段出会わないでしょ。そうですね、うん、そう、はい、マキョコタクは別な週に出てるじゃないですか、はい、そうですね、うん、そうそうそう、だから、うん、そうですね、会わないですね。でもしこの5週目でまたこんな風に4人でやるときは壁作っときましょう。そうですね、ここにですか、見えないように。そうそう、マキョコとタクの間に見えないように仕切り板こう立てときましょう、うん、それかタクさんが一番後ろにいてもらってタクさんだけ孤立で、孤立で、あタクだけ背を向けて喋るみたいな。そうですそうです。あ、いいっすよ、全然いいっす、いいんですか、いいんですか、全然いいっす。じゃあもうタッくんはタッくんとは会話しないでこう3人で喋ってて、うん、タッくんは時折おーいっていうの言うんでしょ。なんか声が入ってくるみたいな。なんか聞こえますねみたいな。綺麗な声みたいな。既読。またそのプレイ来た。たくさんをスルーするときは既読って言ってあげるといいですよ。うん、大丈夫見てるよ。大丈夫だよ、もっと、ね、もっともっと続けてごらんっていう。そうですよね。温かい既読をつけますよ。優しさですよね、優しさ。はい、ありがとうございます。本当ありがとうございます。はい、うん。そんなあれですかね。まあまあ4人ね、久しぶりですよ4人でやるのは、はい、本当に、ね、うん、結構やってたけどね、なんかこのメンツでやるのってすごい久しぶりだから、うん、なんか不思議な感じがするね、うん、お久しぶりにお会いすると、はい、うん、まあほら個別では会うじゃん、こう、うん、2人だけ3人とかは、はい、4人揃うことがなかなかないですから、はいですね、うん、まあ5週目もこれからまだまだあったり、うん、するんだろうから、うん、だからこういうのもいいですね、うん、そうですね、あと新メンバーもね呼びたいよね、そうですね、うん、ぜひ、うん、呼んでいきたいから、ぜひぜひ、うん、お便りが欲しいから募集とかしようぜ、はい、あ、わかりました。ではガールズラジオエボリューションではコーナーのお便りや感想を公式ホームページのお問い合わせフォーム、番組のツイッターのリプライやダイレクトメールから募集しています。番組のツイッターやブログにはガルエボの情報も載せています。ガールズラジオエボリューションで検索してみてください。はい、そしてガールエボことガールズバトルエボリューションは毎月第1日曜日お昼の時間にホットアイズというライブハウスで開催している女性シンガー育成プロジェクトライブです、はい、この番組のパーソナリティもガールエボ現メンバー、そして卒業生です。お時間ありましたらぜひライブに遊びに来てください。ツイッターではハッシュタグガルエボでパーソナリティがつぶやいています。皆さんもハッシュタグガルエボをつけてつぶやいてください。番組に関するご意見ご感想もお待ちしております。まあ、こう新メンバーについての質問も載せたらガルエボで答えてくれるかもしれないからね、うん、はい、でライブでもね、はいはいはい、じゃあはい、パーソナリティは竹内まりのとマキョコとタクと星見合いでお送りいたしました。それではガールズラジオエボリューション、また来週、またね。